森の中に皆の尊敬を集めるフクロウがいた。森を正しい方に導いてくれると皆に期待されていた。実際これまでに彼の知恵で森は発展し、いつも正しい方へと導いていた。ひょうひょうとしてるせいかそんな風には見えなかったが、フクロウはいつも必死だった。必死に考え、頭を悩まし、そして果敢に挑戦した。これまでにうまくいったのはたまたまうまくいっただけで、ただの偶然だということ、皆には黙っていた。これで完璧、全てがうまくいくと思って進めては毎回失敗の連続。そして時には自分自身に絶望してしまうこともある。完璧な準備をして失敗することが一番の近道らしい。